こんにちは。人からわかる3分美術史。今日は堀口捨て身について勉強していきましょう。堀口捨て身、1895年生まれ。歴史主義を否定し、数寄屋建築とモダニズム建築の統合を図った建築家として知られます。捨て身は岐阜県の大地主の家で、明治28年に生まれました。父は南賀や茶道をたしなむ文化人であり、捨て身もその影響を受けて育ちます。高校の頃には、北原白秋が主催する芸術雑誌、アルスに短歌を投稿するなど、文学に傾倒していきました。しかし、文筆では生計を立てられないと諭された捨て身は、建築を学ぶため、東京帝国大学工科大学に入学します。当時の建築界では、佐野敏方を中心とする、構造派が力を強めていましたが、捨て身はそれに反抗。1920年には石本菊次らとともに分離派建築会を発足します。分離派建築会はクリムトラ、ウィーン分離派に影響を受けており、過去の日本の建築界から距離を取りながら、ヨーロッパの最新動向を追って作品を発表していきました。卒業後、間もなく捨て身が設計したのは、平和記念東京博覧会の各種パビリオンです。パビリオンのテーマを建築の造形に色濃く反映した外観となっています。翌年には大内修一郎らともに統合、パルテノン神殿を見たことで西洋の古典建築と日本人の自分との乖離を痛感し、歴史主義、様式主義を否定する傾向を強めていきました。まもなく捨て身は日本の数寄屋建築の研究を始めます。捨て身は数寄屋に非都市的なものを見出していきます。その頃の初期の作品が小出邸です。モダニズム建築流の水平屋根と数寄屋建築の融合が図られています。1930年代になると、西欧でブルーノ・タウト、ミース・ファン・デュ・ローエラ、新植物主義の建築家が台頭。捨て身はそれに呼応し、数寄屋建築とモダニズム建築に共通する用の美に注目していきます。その頃の作品が若狭邸です。戦前のインターナショナルスタイル建築の代表的作品でもあります。捨て身は1984年に89歳で亡くなります。それまでに数多くの傑作を残し、数寄屋建築や日本庭園の研究においても大きな成果を残したのでした。以上。